はい、こんにちは、中田ひろです。いやー、この間化学療法やったって言ったじゃないですか。そうしたらね、副作用出ちゃってひどいんですよ、便秘で、最初は侮ってたんですよ、まあ便秘だからなんて。僕普段から便秘もしたことなかったんですけど、でそうしたら薬の副作用の便秘だから半端ないんですよ。もうなんか出てもね、ウサギのうんこみたいなのがポロポロって出るぐらいで、でそれでまあ下剤今出してもらってるんですけど、でしかも最初舐めてかかってたから、もうなんかお腹いっぱいなのに無理して食べてたら、もうなんか胃腸まで痛くなっちゃって、で今まあ薬で出てるんですけど、食事もね、ちょっと胃腸がまだ調子悪いんで、あんま食べてないんですよ。でそうしたらもう1週間で5キロぐらい痩せちゃって、別に病気で痩せたわけじゃないですからね。でそれで今部屋4人部屋なんですけど、最近はねもう常に満室なんですよ。だいたいね、カテーテル入れる検査入院、循環器系の病棟なんで、そういう人が多いんですけど、僕以外みんなね80歳とかね、そんな感じなんですよ。で僕もなんか一時はなんか、ね、5、6年前でしたか、心筋梗塞になって、でそれで今回白血病でしょ。もうなんか一度も病気なんかしたことないとかいう人もいるのに、なんで俺ばっかりこんなとか言って、ちょっと落ち込んでたこともあるんですよ、実は。明るい顔してますけど、でもそういう人たち見てるともうすごいんですよ。もうカテーテル何回目ですかって、もう5回目で、ももから動脈切り取って心臓に移植したみたいな人もいるし、それとかもうなんかいやね、タンはね、最初はピンク色だったんだけど最近黒いタンが出るんだよとかね、なんかそんな結構ね壮絶で、でもなんかみんなね、一応カテーテル入れてバルーンで膨らまして 3、4日で出てくみたいな感じなんで、いや最近の医学はすごいなと思って。でまあその痰の人、黒い痰の人はね、やっぱりねカテーテル何回か入れて、であと同時にね抗がん治療もやってるんですよ。でそれの他になんか糖尿病もあるみたいで、いやもう病気のオンパレードだなと思って、いやー分かんないもんですよね。で僕の方は明日からまたね化学療法なんですけど、今回はねなんか1日15分ぐらいの4日間やるだけなんで、でその後まあ多分様子見て問題なければ、またちょっと退院になるんじゃないかなと思ってます。なんか僕の先生なんか結構東大卒の名医らしいんですけど、コミュ障なんですよ。もう今回もねまだ聞いてなかったんですよ。看護師から明日からまた点滴ですけど今日お風呂入りますかとか言って言われて、えって言ったら、え先生から聞いてませんかって。そうなんですよ、もうなんかねいろいろ質問して、でもなんかね困るとね、なんかそのままニヤニヤしながらスタスタスタって、ね、いなくなっちゃったりするんですよ。頭のいい人は分かんないですねということで、野方博夫でした。じゃあね。